さあこちら、えー「不思議の海のナディア」な,なんとお最後までやっと見終わりましたよ。はい、これね、えー、設定上あ時は1889年花の都パリでは万国博覧会が華やかに開催されていたと世界中の科学や文化の絵な うん、息が集まったそのイベントに人々は来るべき20世紀科学万能の時代の到来を予測してえ夢見ていたっていうところからねまあ,あの主役の男の子が発明好きの少年ジャンがいててで飛行機飛行機大会に出てくるところでたまたま自転車に乗ってたこのナディアを見つけて。 どうしてもね、えー、仲良くなりたいっていうことで、ナディアを追いかけていったところから、あの、ナディアが持ってた、あの、ブルーウォーターやな、青い宝石を狙う3人組に追いかけられるというところから、えー、まあ、ひたすら逃げる、えー、ジャンとナディアなんですけど、えー、まあ、4話ぐらいからかな、あの、ノーチラス号っていうのが突然出てきて、あれ これって、えー、1889年の話じゃないの。いやねんけど、この万能潜水艦って言われる、今の潜水艦よりも、さらに万能なあ潜水艦に、えー、まあまあ,あ、回収されていって、まあこの辺やな、こっからね、あのー、すっごいしんどい展開が途中で待ってきます。 でえー、ノーチラス号に送ってもらった島に行ったら、あのー、そこでなんとかなるからって言われたんですけどその島が謎の、えー、軍隊みたいなやつに支配されててでお父さんとお母さんとペットまで殺された、えー、で,で生き残った女の子を王やあマリーを、まあ、ここで合流して。 で、その後やな、その、秘密基地、ネオアテランティス。<laughs> ここでね、あの、あれこれって、1889年の話じゃないのっていうか、飛ぶねえんな。で、あの、まあまあ、ヤマトでいう、あの、反射衛星法みたいなやつを使って、島がぶっ飛ばされたりするんやけど、まあ、そこから、あー逃げ切って、で、無人島に行くねんな。 で、こっから無人島がね、すっごい長いね。<laughs> 僕もね、途中まで見て、あの、休憩するときにこうかけてんねんけど、あの、無人島編っていうのかな。から、無人島のね、中に、ひたすらやな。あの、ずーっといてんねん、これ。まだノーチラス号が映ってるうちはええんやけど、あの、無人島がね、もう本当に10話ぐらいあんのかな。<laughs> 10話ぐらいずっとあるところが、もうすっごくしんどいね、うん。何かってわけじゃないのに、あのー、ずっとひたすら10話ぐらい見せられた後あ、なんで、やねん。なんで、ノーチラス号やな。こんなあ近、未来でもないような潜水艦が存在するのか。で、ネオアトランティスっていうのは何やんか。 で、あと、ナディアの存在が何やのかっていうのが分かった後、うん、えー、無人島で10話ぐらい。でね、泣かせんのが、あのー、え、これね、この不思議の海のナディアは、総監督がなんと安野秀明さん。で、キャラクターデザインが貞本さんって言って、エヴァンゲリオンのコンビやねんな。やねんけど、あのー、ひたすら、あのー、無人島の生活を見せられ続けて、 おー,お,ーおーとかって思いながらも、一応、あの、最初のエピソードやな、こうやって流され、島とかって書いてあんねんけど、連続39回って回数書いてくれてるから、あ、39回で終わんねやと思いながら、いつになったらこの無人島から出ていくのみたいな。で、この3人組が、また、3人組が出てくんねんけど、その3人組がおっても、おっても、 まだ無人島におんねんな、これ。<laughs> もうこれも、話、進まへんのちゃうのってね、もう話が全く進めへんちゃうのって思いながら、ぶつ切りでずっと見続けた結果、ここ、あのー、で、やっと無人島から出んね、ここね。あのー、ナディアに対して、M78 星雲の宇宙人っていう人が出てきて、えー、ブルーウォーターの秘密、 やな、宝石が。なんで狙われんのかとかっていうのが、ここではっきりされた後、やっと話が進んで、で、その後やな、あのー、進んでいって、ブルーウォーターの秘密とかから始まって、これね、万能戦艦、ニューノーチラス号っていうのが出てきて、で、結局もう一回やな、ネオアトランティスと戦うことになって、やっとまあ、39話で終わると。 いうところなんですよ。長いな。これね、1990年ぐらい、1990年ぐらいにやっててんけど、僕ね、1990年ぐらいって言ったら、申し訳ないけどね、あの、もう、アニメとかじゃない時期なんよな、この頃。あの、昭和生まれにしてみたら、バブル景気の果敢んな、ね、盛んな頃に、いろんな遊び道具があった中の、これが、なかなか見る機会がなかった、 で、ナディアは見んねんけど、3話ぐらいで燃え尽きることが多かったんやけど、今回最後までやっと見ることができまして。はい。で、ま、あこれ、不思議の海のナディアっていうのは、あの、実は NHK やねんな。NHK のあの、アニメやねん。で、その前、この前か、この前やと思うねんけど、あの、犬の顔した人たちが出てくる、あの、 名探偵ホームズやったかな名探偵ホームズっていうのはやっぱ NHK でやっててんけど、あれはね、まあまあ面白いねん。だから視聴率とか、あの、視聴率とか、あの、まあまあそういうのが全然気にならないまま NHK としてはまあお金出してくれるから、潤沢な。だから好きなもんが作れるっていう一つの到達点としてのアニメとしてあんのが、えー、未来少年コナン。 で、まあ僕が見たやつったら、ホームズ。で、この、やっと見た、アナディア。これに民放やったら、民放のね、あの、放送局で、不思議の海のナディアやってたら、多分結末は必ず変わってた。<laughs> それと、あとね、これ、総監督が、安野秀明さんがやってるからやねんけど、えー、そこら辺にね、いろんなネタが散らばってんねんな。どっちが先はと別としてやけど、うん。 いろんなネタがあの新しいネオノーチラス号とかっていうのも実はあ本来の名前はエクセリオンっていうねんとかっていうのがあのトップを狙いのあそこのとこに来んねんなとかいろんなところにね、あのー、いろんなアニメのオマージュというか振り返りと、あのー、布石が振ってあるここ例えばこの新しいやなノーチラス号 もう、あのー、手法打つときの音が、手法がね、前は潜水艦やったんが、戦艦にその前からなってて、このニューノートじゃすいやんけど、あのー、手法打つときの音が、あの、ヤマトのあれと同じやねんな。バキューン、うーんとかいうような音するのが、ヤマトにそっくりやったりとかするところとかなんかが、あのー、非常にわかりやすい。うん、これ、といえ、そういやね、当時はね、 この不思議の、不思議の海のナジ、ナディアは、あの、ナディアのガレージキット、つくだホビーやな。ナディアと、あと、誰やったかな、女の人、えー、ちょっとなん、待って、出たつはあのね、ナディアと、えー、かわいさげ、ジャンはないねんけど、ナディアとね、あと、えー、エレクトラやったかな。エレクトラかなんかが、ガレージキットで、結構出てまして。で、あと、バンダイから、 えー、一番最初に出たノーチラス号は、ナディアの、ナディアのフィギュア付きでノーチラス号が出たんやけど、全く誰も買えへんがって、ノーチラス号。バンダイのノーチラス号全然売れへんねん。もう僕でもねほんまに買えへんがって、500円ぐらいでも買えへんがった。もうどうしてもって言うんやったら、ナディアのフィギュアだけ欲しいんだね。ナディアのフィギュアだけが欲しいぐらいやってんけど、この、 ニュー、何ニュえー、ノーチラス号も、確かに、どっかからガレージキットが出てんけど、売れてないねんな。で、これ、万能戦車。これはね、えー、三人組。あのー、ヤッターマンとか出てくる三人組みたいなやつが出てて、このグラタンっていうのが、意外と、当時、いろんなとこ発売されてんけど、やっぱり売れへんのよな。売れへんねん。まあ、 改めて見てね、思ったんが、これよくまあ、ナディアって NHK でよくできたなって NHK じゃなかったらまあ、多分終わってんねん、途中で。これ。<laughs> ナディア。うん。で、結局、最後やな。38話が39話ぐらいで、ここ。38、39話で、急に、あの、結末を急にね、ガーって詰め込むから、 最後、すごい駆け足になるな、これ。うん、駆け足になって、で、最後の5分ぐらいで、あの、その後どうなったのかっていうのを出て、あ、そうなんや、そうなんや。例えば、ナディアと、ええー、まあまあ、ジャンがどうなったのかとか、な、このネオ、船長、船長って言わなあかんねんけど、ネオっていう船長がどうなったのかとか、もう全部やってくれんねん、これ。うん。 不思議の海のナディアな。これはだいぶ時間かかったで、うん。途中でね、ほんまに、あーとかと思って。で、つけて、また今週もまた無人島やってんで、みたいな。<laughs> 無人島やってるか、無人島やってるか、ナディアとジャンが喧嘩してるか、あの、あの、ライオンの子供おるやんか。ライオンの子供がなんか悪さするか、もう。 それしかないんかよ、ぐらい、ずーっと見せられ続けんねんけど、足踏みした後がすごく早いねんな、スピードは。っていう、不思議の海のナディア。これはね、ちなみに、アマゾンプライムで見れんねんけど、これね、こっちのね、今使ってんの、これタブレット使ってんねんけど、あの、見てたんはね、あの、高音質と高画質な、後ろに置いてる、Google ピクセルタブレットを使って、そっちで見とってん、ずっと。 こっちはね、あの途中まで見たまでから4話までって書いてあるけど、全部で39話あります。はい。これね、ダウンロードして、後ろの画面のやつ見ててんけど、ほんまにしんどかった。うん。けど結末見たらね、まあ、こういうのがあるかなってなんのよ、最後は。ははは。